危ないですから、良くないですから。ですから、皆さんこんにちは、ヒロです。実は皆さんが使う日本語間違っているんです。ベトナム人の多くの人がなぜか同じ間違いをしてしまうんですね。今日はその特に間違いやすい日本語を皆さんに紹介します。日本語を話すならやっぱり綺麗な日本語を話したいですよね。だからこのビデオを見て、もし自分が間違ってるならすぐに直してくださいね。僕のチャンネルでは日本や日本語のことについて紹介しています。もしも好きになってくれた方はチャンネル登録やコメントをお願いします。それでは早速始めましょう。一つ目によくある間違いがです、ますなんですね。です、ますといえば、日本語を最初に勉強した時に習う動詞ですよね。私は日本人です。よろしくお願いします。簡単な文章の場合、間違える人はほとんどいません。でも、少し複雑な文章になると、間違えてしまう人がたくさんいるんですね。ヒロ君、この仕事をお願いできる？他の仕事がたくさんあるのでできませんです。一見するとできませんです、正しいように見えますよね。でも実際はますとですを同時に使っているので、文法として正しくないんです。だからできませんですではなくて、できないですかできません、そういう表現を使うようにしてください。そしたらこれはどうですか？食べない、これをますとですで表現してみましょう。まずはですけ、食べないです。ますけ、食べません。これで完璧ですね。ですます、間違えないようにしてください。そしてもう一つよくあるですますの間違いが文章の途中にあるときなんですね。ヒロ君、明日の夜予定ある？明日は仕事がありますと思います。仕事があるんだね。わかりました。ありますと思います、これも正しいように聞こえますよね。でもさっきと同じようにますを2回使ってしまっているんですね。一つの文章で使える動詞は基本的には一つだけですよね。だからこれは普通形に直さないといけないです。ありますと思いますではなくて、あると思います、そういう風に表現してくださいね。二つ目によくある間違いが相手に何かを頼む時なんですね。ヒロさん、ここを教えてもいいですか？え、君が僕に日本語教えてくれるの？違うよ、ヒロさんが僕に教えるんです。なるほどね。手もいいですか？この言葉は相手に頼む言葉ではなくて、自分が相手から許可をもらうときに使う言葉なんですね。だから教えてもいいですかと言ってしまうと、自分が相手に教えたいという意味になってしまうんです。だから何かを尋ねるときに手もいいですかは使わないでくださいね。2つ目の例を見てみてください。ヒロさん、ここ教えてくれていただけませんか？教えてくれて、教えていただけませんかですね。いいですよ。これもよくある間違いで、丁寧に言おうとしすぎてくれていただけませんかと表現してしまうんですね。でも実際はくれる、そしていただけませんか、この2つは同じ意味を持っているんです。だからこの場合くれるは使わなくても大丈夫なんですね。正しくは教えていただけませんか、
そういうふうに表現してください。3つ目の例を見てください。ヒロさん、ここ教えてお願いします。ん？ここ教えてお願いします。ここ教えてお願いします。これもすごく多い間違いなんですね。教えてお願いします、お願いしますという言葉を使うのは文章を強調したい時なんですね。この場合、教えて何々お願いします、そういうふうに表現しないといけないんです。だから例えば教えてください、お願いします、教えていただけませんか、お願いします、そんなふうに使うのが正しい使い方なんですね。だから教えてお願いしますのようにそれだけで使うことはできないんです。忘れないようにしてください。そしたら頼む時と許可をもらう時の言い方を一緒に勉強していきましょう。言い方はたくさんあるんですが、その中でもよく使う表現を皆さんに紹介しますね。まずは頼む時の表現ですね。教えてください、これは一番簡単な言い方です。次、教えてくれませんか。くださいよりも少し丁寧な言い方ですね。3つ目、教えてもらってもいいですか。4つ目、教えてもらえませんか。この表現は丁寧だけどそこまで硬くない表現ですね。最後、教えていただけませんか。この表現は本当に丁寧な表現です。次は相手に許可をもらう時の表現を一緒に見ていきましょう。1つ目が食べてもいいですか。これは許可をもらう時の一番簡単な表現ですね。2つ目が食べても大丈夫ですか。友達や親しい人と話す時に使う表現です。3つ目、食べてもよろしいですか。少しだけ硬い表現になりますね。4つ目が食べても構いませんか。構いませんかと聞くとすごく丁寧な印象がありますよね。でも実は構いませんかを目上の人に使うのはあまり良くないんです。構いませんかを使ってしまうと自分の立場が少し上になってしまう可能性があるんですね。だから十分に気をつけてください。5つ目が食べてもよろしいでしょうか。よろしいでしょうかは丁寧な表現です。この表現は目上の人に使っても大丈夫です。だから迷った時はよろしいでしょうか、これを使ってくださいね。3つ目によくある間違いがですから、そしてだからの使い方なんですね。危ないですから、よくないですから、ですから、これはほとんどの人が間違っています。形容詞とですから、だからを一緒に使ってしまうんですね。例えばこの問題私には難しいですから、わかりません、この料理本当に美味しいだからもっと食べたい。文法的には別に間違っているわけではないんですが、自然な日本語ではないんですね。だから正しくは美味しいのでや難しいのでを使ってみてください。この問題私にはとても難しいので分かりません、この料理本当に美味しいのでもっと食べたいです。こういうふうに表現できるともっと自然な日本語になりますよね。今日は本当に間違えてしまう3つのことを紹介しました。もしも間違いに気づいたらすぐに直してくださいね。
文法的には正しくても自然な日本語じゃないので少し違和感があるんですね。だから頑張って練習してください。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。